皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、次は、河合高木研究室で、えっ、ー、と、私は、えっ、ー、と、えっ、ー、と、準教授の高木です。えっ、ー、と、河合高木研究室では、まあ、表面化学の、っいうのキーワードに、え、ここに書いてあるような、まあ、えっ、ー、と、基本的には、トンネル、えっと、操、え、作、ー、ト,トンネル顕微鏡っていう顕微鏡を使いまして、まあ、一個一個の分子の物性を測るとか、あと、まあ、あの、 えとちっちゃいナノマテリアルですねこういうものの新規探索から、えーとまあ、ナノマテリアルの実生っていうことに注目して研究をやっています。 で、えっ、ー、と、まあ、こういう研究、どういうところに出口があるかといいますと、まあ、今、現代社会、こう、いろんなものが、私たちの生活を支えているわけですけど、こういうところは必ず、あの、えっと、表面とか、海面とか、そういうところの、えっと、物性を利用しているというわけで、そこをいろんな範囲で、こう、ま、普通の、もうちょっとこう、マテリアル系から、ま、科学系、それから生物系という、広い範囲をカバーする感じで研究をえしています。 でまあ、具体的には、まあ、トンネル顕微鏡ってまあいろんな情報を実は運ぶことができまして、トンネル電子っていうのはもともとは顕微鏡なのでまあ構造を見るというそういうものだったわけですけど、実際のこうトンネルで電流はこう流れているトンネル電流にはまあいろんな物質のこう、えー、と情報っていうのが入ってまして、まあ、電子状態も入ってるし、から振動スペクトルなんかも入ってるしとこう、それからさらにはもっと細かいスピンの情報なんかも入ってるということで、こすごいエネルギースケールの広い範囲にわたっていろんな情報を持っていると。 でこういうことを利用して、えー、といろんな物質の新規物性を探るとで最近では、まあ、例えば、えー、スピンを持っている分子をこう並べたときにどんな、えー、と量子状態が出現するかとかあとは、えー、最近は、まあ、例えばシリコンでグラフェンのようなものを作ってみるとかそれからグラフェンのナノリボンを作ってそういうの,の物性を探るというようなことをやっていますで、えーとまあ、一番最初に戻りますけどっ、まあえー 基本的には教授、准教授、それから助教の3人のスタッフで運営していまして、だからこんな感じの学生が何名かいましたまた理化学研究所とか物質材料研究機構なんかとも一緒に共同研究をやっています。ということであと、えーと、詳細はポスターの方で説明しますので、ぜひポスターの方に来てください。ありがとうございました